Ah, tu. Ayah tu. Oh, itu dia ayah tu. Bentar. Long time no see. おや、あなたたちでしたか。本当にお久しぶりですね。ひひ、シャブ業が肝試し大会をやるって聞いて、すぐ申し込みに来たぞ。でも、まさかアヤトがいるなんて。もしかして、今回の肝試し大会って、結構重要なやつなのか？おや、もしかして、私は重要な局面にしか現れないと思われているのですか？今回の肝試し大会は確かに私の提案です。あくまで企画を通しただけですが、こうして確認をするのも私の仕事ですよ。肝試し大会はテイワットに広く伝わっていますし、参考にできる事例も多いので、おそらくつつがなく行われるでしょうし、細かいことは家臣たちに任せていますから。なるほどな。ってことは今、アヤトはあまり忙しくないってことだな。だったら、オイラたちに肝試し大会のルールを説明してくれよ。こうも自然に人に用事を言いつけるとは、さすがパイモンさんですね。まあ、確かに時が来れば、お二人の協力が必要になるかもしれない。aku merasa ini akan ada misi rahasia lagi. ん？何か言ったか？お気になさらず。時間もあることですから、簡単に説明しましょう。やったぜ！ Next, Ayato。肝試し大会。その名の通り、遊びとしての度胸試しです。肝試しの場は鎮守の森にしました。肝試しを始める前に、毎回参加者には2人ずつの組に分かれてもらいます。組分けができたら、事前に鎮守の森やその周辺地域に置かれたとあるものを発表します。鎮守フォレス。一番先にそのものを見つけた人がその回の勝者となります。その回？あれ、もしかして肝試し大会って何回かやるのか？その通り。肝試し大会は3回行われます。何せ実は今回の肝試し大会は3つの勢力が主催しているものですから。商人たちは資金を集め、神里家は場所を提供しました。そして鳴神大社が顧問を担当しています。3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるので、試合自体も3回戦で勝負を決めます。オイラ分かったぞ。なんだかんだ言って、要は鎮守の森で物探しするだけってことだろ。1回ごとに1つ見つけて、3回で3つ見つけるんだな。簡単じゃないか。ええ、よく理解してくれました。試合に勝利した回数をもとに異なる商品を用意するつもりです。もし複数回勝利を収めた人がいれば、最後に与えられる報酬も増えます。3つ全て集めることができたら、鳴神大社の提供する豪華御神物も獲得できますよ。豪華御神物。聞くだけで高そうだぞ。Really, Paimon? さあ、どれほどのモラに相当するのでしょう。試合に勝利した上で、あの宮司様に聞けば答えがわかるかもしれませんね。おお、tanya ya ya berarti。無論、肝試し大会で最も試されるのは度胸です。もし恐怖に負けて途中で退出すれば、商品とは無縁になるでしょう。さて、恐怖に耐え最後まで持ちこたえられるものがどれだけいるやら。用意した商品が誰にも送られないとなれば、私の方も困りますからね。
心配いらないぜ。その商品はオイラたちがいただくからな。オイラは肝試したいかいって聞いた段階で怖かったけど、旅人の方は度胸がいっぱいだぞ。 That's right。 なかなかの勢いですね。私もあなたたちのご活躍を祈っていますよ。さあ、話はこのくらいにしましょう。後で私があなたたちの名前を参加者名簿に登録すれば参戦完了です。3つのものの正体については肝試し大会の現場に着けば紹介してくれるものがいるはずです。最後に友達として一つ教えてあげましょう。肝試し大会では毎回怪しい噂が流されてしまうのです。どうかお気をつけて。Oh, wow. Okay? Okay, Ayato. あいつのあの口ぶり。まさか、真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよな。It's certainly a possibility. まったく、お前までオイラを脅かすなよな。とにかく、噂の豪華ご神物のために、出発！Best of cards, start! If yes, you commission that. Ingat kan? Jinju Forest kan tempatnya Tanuki ya. Ah, mungkin Tanuki yang pasti dipetin. Maybe. Mari kita kedua.うわ、ジャイト。ちょい止まった。カッ。お前らじゃねえか。こいつは奇遇だな。この声はイット。どうしてここに？まさかお前も肝試し大会に参加しに来たのか？どうも、bukannya si itu takut hantu ya。そりゃもちろん悪いね。報酬は全部この俺様、新たき度胸は天より高く一等がもらうぜ。と言いたいところだが、実は今回は別の件で来たんだ。何があったんだ？はあ、長い話になっちまうんだがな、この前肝試し大会の情報を聞いた俺様はすぐに新たき派を全員かき集めて思い切り楽しもうと思ってたんだ。なのになんと俺様の子分はどいつもこいつも肝試し大会に興味がねえみてえでよ。いった、出たクッキー。真珠の森なら何度も言っただろ、全然怖くないぜ。あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。そんな時間があったら、七星召喚でもやろうぜ。いや、あふわやかるぞ。本当に、肝試し大会に参加するのか？はあ、親分が決めたことなら。だいつもこいつも、みんな揃って元気がねえんだ。こんなんじゃ、ダメに決まってんだろうが。その気持ち、オイラにもわかる。テンション上げて人を遊びに誘ったのに、相手が全く興味を示してくれないなんて。メンツの問題じゃねえ。わかっちゃパッタ、ツーリー。新たき屋の親分として、俺様は常に新しい面白いものを見つけて、子分に楽しさを感じさせ続けなけねやならん。最初は理解できなくていいが、今に見てろよ。肝試し大会の面白さを実感させてやる。わお、イット。だがしかし、話が戻っちまうが、俺様も珍珠の森なら何回も言ってる。そりゃ最初の頃は確かに怖かったが、今は完全に慣れちまってな。いや、しんがわわとやんイフンチャーソン。これイフンチいや、じゃとや、トリチャーソン、イトもかえたこはん。
シャブ業の奴らだけを頼りにして何の新しい真似ができるってんだ。参加者をビビらせることができなかったら肝試し大会にはならねえからな。それが原因でまた子分に文句を言われた日にはそれこそ俺様のメンツが丸つぶれだぜ。結局メンツの問題なんじゃないか。原因ってのは複雑なもんだからな。とにかく俺様には一つプランがある。シャブ業が信用できねえなら俺様が肝試し大会に少し工夫させてもらおう。またそれってそうだ、この俺様が直々に脅かし役を演じるぜ。これなら間違いなく盛り上がっちまうぞ。あっと、な、リサッケーだ。あ、リパスイッチでやればよ。だが、このプランには手助けが必要だ。つうわけで、俺様はここで助っ人を募集してるんだが、まさかお前らが来ちまうとはな。や、ジャブ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 。いた、ジャブ、あいちゃ。頼む。俺様と一緒に脅かし役をしてくれ。やなこった。頼む。いやだ。頼む。もうわかったって。でも言っとくけど、オイラたちの目標は肝試し大会に優勝して豪華御神物をゲットすることだからな。お前のことはついでなんだから足を引っ張るなよ。オンに切るぜ。安心しな、俺様がいれば肝試し大会なんてちょちょいのちょいだぜ。わあこいつで、plot story jadi lucu banget. Entah kenapa setiap kali ada itu. 出発。今度こそあいつらをビビらせてやるぜ。うるさいやつだな。あれ、でもあいつのおかげでなんだか怖くなくなったぜ。ひょっとして笑い声って恐怖をなくせるのか。だったら今後怖くなったらオイラたちも大声で笑おうぜ。Pretty sure that will just make things even scarier. Oi, 旅人、パイモン。雑談はそのくらいにしとこうぜ。このままじゃ肝試し大会に間に合わなくなっちまうからな。すぐ行く。お、いいぞ。Jadi ada Ayato, ada polisi.Lebih tepat detektif ya. Ini akan sangat menarik. Kenapa ini akan sangat menarik? Koko ga kimodamesh taikai no kaijou mitai da na. Oira no ki no sei ka?見覚えのある景色なのに雰囲気は前よりずっと怪しいぜ。え、え、おい、パイモン。かっけつくわ。いきなり後ろから声をかけるなよ。びっくりしたぞ。どうしたんだよ。いやな、突然とある問題に気づいちまっただけだ。顧問ども驚かせよとは言ったが、よく考えてみたら俺様は今までちゃんと人を脅かしたような経験がないんだぜ。いや、あんぽ。今さらそれに気づいたのかよ。 Do you mean you want to practice first? リハーサル。おお、そいつはいい考えだな。とびっきりのアイディアを思いついたぜ。
お前らは普通に肝試し大会に参加して、俺様がその道中で隠れながらタイミングを見計らってお前らを脅かす。マナルは bisa gimana kami bisa takut ya kalau lu udah kami udah tahu rencana gitu。そんでお前らが俺様の人を脅かす腕を評価するんだ。よし、早速準備するぜ。どこで？お前らに俺様の実力を見せつけてやる。ハハハハハ。ハハハハハハ。あいつ、勝手なことばっか言ってどっか行っちゃったぞ。まあ、オイラたちはどうせもともと肝試し大会に参加しに来たんだしな。試練が少し増えたって考えればいいか。あそこに肝試し大会の関係者がいるみたいだぜ。あいつに聞いてみよう。Wait a minute, aku gak pernah ingat ada Maiden Shrine di sini. I mean, iya sih dari Guji sih. Ya, coba lah kita dengar dulu. Anata tachi mo kimodameshi taikai ni sankha shi ni kita kata desu ka? Ah, dia pasti... Oh, dia manage itu ya, yang manage eventnya juga. So da zo. Sono fuku... Omae...もしかして、鳴神大社の巫女か？ええ。私には見えます。お二方の身にまとっている黒い霧から、不吉なオーラが漂っています。何も知らずにここに入り込むなんて、うっかりすると、暗闇に飲み込まれてしまいますよ。ふふふ。こいつ、本当に巫女なのかよ。なんだその不気味な笑い方は。今ならまだ引き返せますよ。三つまで数えますから。3、2、1。肝試し大会へようこそ。あ、Was that the first test? ええ、ちょっとした試練として考えていただければ。あまたの階段も平和そうな日常から始まるものですからね。焦るべからず、疑問を抱くべからず、深く考えるべからず。お二方がここに入った瞬間から全てが定まっているのです。つかの間の安らぎをゆっくり楽しんでください。第1回の試合は間もなく開始してしまいますが、あなたたちは仲間を見つけましたか？やっとオイラにも分かる話になったな。仲間、イヒヒ。オイラたちは最高の仲間だぜ。あら？あら？でも名簿を見ると、あなたたちは一人の参加者として登録されているようですが、旅人とパイモン、そう書いてあります。お、what? つまりもう一人を探して手を組む必要がありますよ。 what? 一人さっと、あ、いきなり仲間探しかよ。イットのやつが消えていなかったらあいつと組めたのに。どうすればいいんだ？私の知る限り、まだ相手の決まっていない選手がいるようです。ゴロ、探してみるのはいかがでしょう。あや、あやか、わっぴゃん、あや、どうやって。でもお早めに済ませて帰ってきてくださいね。試合開始までに組になれなかった場合は失敗と判定されますので。そんな、早く近くを見て回ろうぜ。わあ、お相手を見つけましたか？オッケー。いやいやかやけたたんやど。旅人さん、パイモンさん、こんにちは。こんにちは。え、
肝試し大会に参加しに来たのか？ええ、お兄様から肝試し大会が面白いとお聞きしまして、試してみるよう勧められたのです。ただ肝試し大会には参加したことがありませんので、どんな内容なのかは分かりません。あやくも初めてだなんてな実は私は神器にまつわることが苦手で、無礼な振る舞いで家族に恥をかかせないかといつも心配でした。その失礼ですが、旅人さんとパイモンさんはもうお二人で組まれているのですか？さっき巫女のお姉さん曰く、オイラたちは一人の参加者としてカウントされているらしいから、オイラたちもちょうど相手を探してるんだぜ。よかった。もしよろしければ私と組みませんか？あなたたちがそばにいてくださればなんだか安心できますので。あ、もちろんもし他の方とチームを組みたいのであれば全然大丈夫ですよ。Ini sulit. Apakah nanti berbeda nanti ya? Kalau misalkan partnernya sama yang lain gitu. Ini karena ini Ayaka sih. Coba gua tanya-tanya yang lain dulu lah. Pengen dengar juga pendapat mereka. お気になさらないでください。また必要な時、いつでも私のところに来てください。Oke, kita coba tanya yang lain deh. Ini kan Ayaka, sekarang Goro. Goro! Tabibito, Paimon! Masaka koko de omaera ni auto wa na. Oira tachi wa kimo dameshi taikai ni sanka shi ni kita nda ze. Goro mo sou na no ka? Ma na. Ore wa motomoto Yaedo ni...今月の月刊漢字の返信を提出しに行ったんだが、まさかあの狐女もいるなんて。あいつから肝試し大会のことを聞いて試すように勧められたんだ。もともとあまり興味はなかったんだが、あいつが渡墨島の大将たる者がまさか怖がっておるんじゃあるまいななんて言うから、俺はうっかりあいつの挑発に乗ってしまったんだ。ここに来たから後悔し始めた。ここはまさに罠だらけの地だ。なんだか不吉に聞こえるぞ予感がするんだ。森にはいろんな待ち伏せがいて、一歩足を踏み入れたが最後失敗の局面が待っているような。あの狐がどこか暗いところに隠れて俺のことを嘲笑おうとしているかもしれない。それだけじゃない、写真を撮って渡墨島に送ろうとしているに決まってるマジやで。三五宮様曰く、伏兵に遭遇した時はその勢いを避けるべし、避けられない場合援助を求めるべし。お前らに会えたから俺の盤面にはまだ天気があると見たな。あ、俺と組んでくれないか？Let me think about it. そうか、そうだな。お前には一緒に参加してくれる人がたくさんいるよな。誰と組もうと楽しく遊ぶことが一番だ。頑張れ。Ini sulit sih. Kalau dari yang kita lihat. Normally gua akan ambil kartu hasil. Gua...風から馴染みのある匂いがすると思ったが、やはりお主らであったか。カズハ、久方ぶりでござるな。まさかカズハも肝試し大会に参加してたなんて。ほう、それはまた何故？拙者と肝試し大会は相入れぬか？いやいや、オイラはただカズハの怯える姿を見たことがないだけだぜ。いやし、semenjak yang event
Itu Golden Archipelago sih. Kazuha wa itsumo tantan to shitete, kowai mono nanka nani mo nasasou da kara na. Kabun de gozaru. Nan nen mo nenashigusa o shite iru to, kaidan mo yoku mimi ni haitte kuru mono. Jitsu wa toki ni mizukara keiken surukoto sae atta yue, shidai ni narete shimatta dake de gozaru.やっぱり怖くないんだな。でもだったらなんで肝試し大会に参加するんだ。シャブ業が肝試し大会の報酬を大げさに宣伝していると聞いた。お主らが参加しに来ることも想像がつく。What? Luki? Lu tahu kau kami nanti datang? 久方ぶりゆえここで会うのも悪くはない。別れの後の久々の再会はいつも心躍るものでござるな。オイラたちのことを待ってくれてたのか。さよ。最近の旅は順調でござるか。絶好調だぜ。そうだ、さっき巫女のお姉さんは肝試し大会に参加するには仲間が必要だって言ってたけど、カズハはもう見つけたのか。まだでござる。お主らは拙者と組む必要があるでござるか。おお、あとがからエネディアはディアカピキラン。いえ、カズハとんが。え、クルシアルシー、ジェディアゲン。Let me think about it. 急ぐ必要はない。世間話をする機会はまだたくさんあるゆえ、この一時にこだわる必要もないでござる。肝試し大会が終わったら一緒に夜食をいただくのも悪くないでござるな。 OK. Ini sulit sih buat gue. Partner dari tiga kontestannya. Kalau gue pilihSepertinya lebih baik Ayaka sih. Low backstory maybe. その、いかがでしょうか。OK。本当ですか。では、よろしくお願いいたします。いえ、ここはどうぞ多めに見てくださいと言うべきかもしれません。もし私が驚いてしまっても。どうか笑わないでくださいね。OK. Oh, first round sama itu bisa ya. OK, OK. Mungkin nanti bisa ke Goro nanti sama Kazuha gitu. Oh, jadi Kazuha yang paling terakhir. Ah. どうやらお相手を見つけられたようですね。ちょうど試合も始まります。では、肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよ。その名も、団子牛乳です。What? 団子牛乳？トモキさんからご提供いただいた団子牛乳が、現在、鎮守の森のとある場所に置かれています。方向を示す道しるべが置かれていますが、分かれ道もございます。また道中ではあらゆる怪しいことが発生するかもしれませんので、くれぐれもご無理なさらず。退出はいつでも可能です。準備ができたらどうぞ始めてください。行こうぜ。他の人に先を越されないようにな。Dia follow ya, iya. Ini kesini. Okay. そういえば、十数年前、とある家臣が私にこんな物語を語ってくれました。とある浪人がいました。彼はとある夜、森を横切ろうとしたその時、突然見慣れた光景が。
だんだんと異様になっていくことに気づきました。彼は自分がまるで別の世界に行ってしまったかのように感じ、足を止めました。なんと到底人には見えない奇怪なものたちがみんな揃って自分を見つめていたのです。すごく怖いぞ。周りの木を見るのも怖くなってきた。大丈夫だよな。何か変なものが出てきてしまってもオイラたちはそいつを懲らしめてやる。俺様の腕を見せつけてやるぜ。どうだ、ビビったか。よく見えませんが何かが動いているようです。早く逃げろ。Napa lari pak? Bingung. What is happening? Tunggu. Kok gak pernah ingat ini jalur? Apa perasaan gua doang ya? Ini. Oke. Jadi ada suara aneh loh tiba-tiba.あれ、こちらにあるのは私たちが探している団子牛乳でしょうか。隣にかかしも置いてあります。おかしいですね。これは何に使うのでしょう。そんなことどうでもいいから。それより団子牛乳を見つけたってことはオイラたちが一番早くここに着いたんだよな。まさか団子牛乳がこんなにたくさんあるなんてな。全部持って帰るのは大変そうだし、なんならここで一部を飲んだらどうだ。ってことでいただきます。わー、かかしが出た。まさか何かがここでこれらの団子牛乳を守っているのでしょうか。 What? つまり団子牛乳に触ったら狙われるってことか。おいら触ってないぞ。 You are getting scared over nothing. それもそうだな。その言葉を聞いたらなんだか安心したぜ。じゃあ一緒に飲んでみようぜ。うまいぞ。そうですね、先ほど驚いて失った精神力がまるで団子牛乳に癒されていくようです。よく周りを見てみると目の前にあるのはやはり私のよく知っている鎮守の森ですね。一回体験してみたらそれほど怖くなくなったかもしれません。お兄様が恐怖は人の心によるもの、心が安らかなら怖いという気持ちも自然に消えてしまうよとおっしゃったことがあります。今になってようやく理解できました。しかし恐怖は完全に悪いことだとは言いません。何度も怯えてしまいましたが、それでも楽しかったですから。もう少し森の中を歩き回りたいのですが、あなたも一緒にいかがですか。 I think I saw someone I know just now. そうなんですね。では私は先に失礼しますね。どうぞお友達の方を優先してください。あ、じゃあルーちゃんがタックで、オッケー。心配なさらないでください。一度体験しましたから今度は簡単に脅かされたりはしないでしょう。ではまた今度お会いしましょう。ピクチャパ、楽しいお時間を過ごせますように。もうかなぱやかやちゃぱばかぱぱ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 ぱ。
あなたたちでしたか。巫女からここで肝試し大会が開催されていると教えられたのです。それで気分転換してこいと勧められましたので。そうだったのか。それでエイは肝試し大会を楽しめたのか。いえ、特に変わりありません。おう、じゃあ、やっぱり、udah pernah selenggarai? 私は何も怖くはなかったのですが、むしろ一部の参加者が私の姿を見てビクビクしていたようです。安い。ミコのやつ、まさかわざとエイを送り出して人を脅かそうとしたわけじゃないよな。Certainly seems that way. でも、それじゃあ、エイは何の体験もできなかったんじゃないか？そうだ！さっき、オイラたちが手に入れた団子牛乳をエイに一つあげるぞ。これでお前もこの回の勝者だぜ。これは以前一緒に飲んだことのある飲み物ですね。ではいただきます。実はここに来てから馴染みのある気配を感じているのです。それはもう懐かしいと思えるほどに。馴染みのある気配？ What? 下の砂浜へはもう行きましたか？ Yes, we have. 先ほど近くを散策していたところ、砂浜に空き地があるのを見ました。そこには見覚えのある遊び道具が置かれていました。ざっと一通り眺めてみたのですが、どうやら空中に浮かぶ板で弾を撃ち、事前に設置された元素ブロックに命中させる遊びのようです。空き地遊芸という名のようでしたので、空き地跳ね遊びから派生した遊びではないかと推測しました。少し昔のことを思い出しました。空き地跳ね遊び？なんだそれ。いや、なんだそれ。羽子板で弾を撃ち、標的に命中させるという昔のお祭りで流行った遊びです。誠も昔空き地跳ね遊びが好きでした。あの頃は百鬼がまだいましたし、稲妻の夜も今よりずっと賑やかなものでした。妖怪たちはよくお祭りを開きました。大勢で集まってお酒を飲んではしゃいだり、即興で演奏したり。それって常に堂々と美味しいものをいっぱい食べられるってことか。そうです。妖怪たちは自らのお祭りを三千花祭りと名付けていました。誠と一緒にそのお祭りに参加したことがあるのですが、誠はとても面白がっていました。残念ながら過去は放映のように去っていきましたが、再び似たような遊びを見られるとは実に心躍ることですね。面白そうな遊びだな。オイラも遊んでみたいぞ。もし興味があるのでしたら、砂浜のところで試してみてはいかがですか。先ほど私が行った時にはまだ修理中のようでしたが、さほど時間はかからないでしょう。やったー。では私は先に天守閣に戻ります。巫女から今回の肝試し大会は3週あると聞きました。最後まで走り通せるといいですね。 OK。 やばで、ペテンショカーコ。いえ、あなたたちでしたらきっと最後まで走り通せるでしょう。そんなの当たり前だぜ。信じていますよ。それにしても、
砂浜でやってる遊びのことなんか、アヤトから聞いてなかったよな。本当にシャブ業が主催しているものなのか？そう考えると、なんだか怖くなってきたぞ。肝試し大会のせいで、おいら今もまだ体がこわばってるんだ。Iya sih, Ayah tuh gak bilang sih ada game set itu sih di pantai gitu. Tonikaku, 第1回戦はこれで終わりのはずだ。ひとまず戻ってみようぜ。Itu juga sih, bilang ada yokai. Oh, tandanya hilang.Ada itu lagi. Dora, orang sama no, odokashi yak としての teknik, naka naka no mon datta daro. Sono, どうしよう。おいら、ずっとお前の後ろに隠れてたから、イットのやつが出てきたのなんか全然気づかなかったぜ。It was very subtle. なんだと？そんなあざないだろう。だって、俺様が登場するたびに、相手は慌てふためいて逃げてたぜ。俺様も自分にこんな才能があるとは気づいてなかったぜ。だがちょうどいい。今度こそ子分どもに俺様の凄さを見せつけてやる。Kalau lu mau takutin jangan teriak dulu. Jangan teriak baru lempar itu. Aitsura ga dono michi o tōtte modotte kuru ka, ore-sama wa sude ni haaku zumi da kara na. Dōchū ni machibuse shite seidai ni bibirasete yarō janai ka. Kangaeru dake de kōfun o osae kire nakku natte kita ze. Dou da, omae ra?準備ができたら出発だ。Itu scared people. Lu juga perasaan gua doang atau karakter-karakter tuh banyak banget yang datang ke sini ya? Tes dong. Gua udah lihat sampai lebih dari 5 gitu. Aneh juga.この辺りのはずだ。急げ、俺様と一緒に隠れろ。来たぞ来たぞ。一体どんな風にあいつらを脅かすつもりだ？そりゃもちろん、あいつらが来たら揃って大声を出しながらここから飛び出してビビらせてやるに決まってる。子供っぽいやり方だな。I kind of doubt this will work. はいはい、舐めてもらっちゃ困るぜ。方法はシンプルだが、俺様にはあいつらの考えは全部お見通しなんだよ。あいつら今は絶対つまんねえなとか、早く帰りてとかほざきながらのんきに歩いてるはずだ。今のあいつらはまさに無防備そのものだぜ。それにここは暗いから、突如草むらからピンピンした人間が3人も現れたら脅かされるに違いねえ。奴らの反応が追いつく前に俺らは撤退して次の待ち伏せ場所を探すんだ。ジニアス。シッ、聞こえるか？誰かが来てる。こりゃ間違いなく俺様の子分どもだ。三つ数えて一緒に飛び出すぞ。三、二、一。ふわわ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 お前らは？まさか、ひょっとして、お化けだー！
お化けだ。お化けだ。待て、もう逃げなくていい。お前にも見えたんだよな。あいつら絶対人間じゃなかったぞ。アメリカ肝試し大会の階段が本当になったんだ。どうすればいいんだ。オイラたちもう幽霊に取り憑かれちゃったんじゃないのか。パイモン、お前ってそんなに臆病だったのかよ。お前の方が先に逃げたんじゃないか。どの面下げてオイラのことを笑ってるんだよ。それはお前がお化けだって叫んだからだ。俺様は無意識にまずはお前らを安全な場所まで連れて行こうとしたんだぜ。わいでからじゃでやでじゃでやりましろって。なんせ本当の幽霊はすごく怖い。俺様の拳も全然効かねえからな。 Why did we stop running? ふと思ったんだ。あいつらも逃げてっただろ。つまりあいつらも俺らのことを怖がっているっつうことだ。それで俺様は冷静になったんだ。サバサバか。で冷静になってからこう考えた。あいつらは本当に幽霊なのか。ひょっとしたら誰かが人をたぶらかそうとしてるんじゃねえのか。あ、いや、ビサジャですよ。Were they sent by Yashiro Commission? いやいや、そりゃないぜ。さっきの試合の時、俺様は鎮守の森を一通り回ったんだ。シャブ業の連中が用意した仕掛けは全部見たぜ。あの3人は決してシャブ業側の人間じゃねえが、なんかあの姿は妙に見覚えがあるっつうか、なんつうか。よし、戻ってもう一度確認だ。え、戻るのかよ。いや、せ、多分せ、倒せ。え、でもまだほんの少しだけど、あいつらが本物の悪霊だって可能性もあるだろう。いや、じゃあかぶらぎ。今戻ってしまったらオイラたち食べられちゃうかもしれないぞ。安心しろ、ファイモン。心配ならここに残ってていいぜ。俺様は旅人と一緒に確認してくるからね。本当か。やったぜ。 But would it be Would it be more dangerous to stay here alone? そうだった。前に八重堂で買った小説に確か書いてあったぞ。事件を調査するときに行かないからなっていうやつは大抵次の被害者になるって。いやだ、オイラも行く。お前らのそばから離れないぞ。よし、あいつらはさっきあっちの方向に逃げていったようだ。一体どこまで逃げたかわからねえが、手分けして探そうぜ。でもそれじゃあお前の方が一人っきりになっちゃうぞ。探偵小説ではそれもすごく危険なんだ。俺様を心配する必要はねえよ。俺様が本気を出せば向かうところ敵なしだぜ。嫌な予感がするぜ。お前のことをここまでビビらせるなんて、どうやら人を脅かすことにおいてはそれなりの心得があるやつらみたいだな。今回やつらを捕まえたらきっちり勉強させてもらうぜ。じゃあ俺様は先に行かせてもらう。イットのやつまた勝手なこと言って言っちゃったぞ。オイラたちも本当に行くのか。We better go have a look。 そうだな、
行ってみるしかないよな。でも先に約束してくれ。もし何か怖いものに遭遇したら一刻も早く逃げるんだぞ。 OK 저는 뭐가 아니야 그 안에 눈 좀 막았다가 나 뭐 무슨 라리いつの間にかこんなところまで来ちゃったぞ。さっきの3人全く見当たらないな。一体どこに逃げたんだよ。やっぱりイットの言う通り、あいつらもどこかに隠れたのか。そう考えるとそこまで怖くなさそうだな。 You are finally back to your normal self, by the way.よく聞け、3人の臆病者め。おいらはすでにお前らが見えてるんだぞ。早く出てこい。あ？うわあ！なんでここに人がいるんだよ。声も出さないでいるからびっくりしたぜ。Suaranya jadi aneh. What is it? What? Apa tuh? Suara apa tuh? Nani? Sonna koto shicha dame, Chizuru. Yoku ga risei o uamaru to, hoka no hito ni fukou o motarashite shimau no yo. Onaji ayamachi o kurekaesu wake ni wa. Mou sukoshi taeru no. Anna ni nagai aida tae zuzukete kitan da mono. Kono kurai no jikan.きっと大丈夫でしょね。こんにちは。三人の悪いやつがここを通るのを見なかったか。どんな感じのやつらかっていうと、こう。Is it me or does it like looks like this is being something?君たち、私に声をかけたの？ Yeah, you are the only one here. こんな、私に声をかけたの？ What the f- ここに来るべきじゃなかったのよ。私に近づくべきじゃなかったの。命が惜しければ、早く離れて、じゃないと。君たちの魂は永遠にここをさまよい続けることになるわ。同じ過ちを繰り返さないで。帰って。帰れ。おお、アパート。起きて。ほら、起きて。What happened? よかった。無事だったみたいだね。エイゾ？僕に質問する前にもっと大事なことがあるんじゃないのかな？うん、おいらを食べないでくれ。全然おいしくなくないぞ。おいらの仇、絶対に取ってくれよ。Wake up, Paimon. Oira no koto, tasuke ni kite kureta no ka? Heizou made. Saki no kowai yatsu wa omae ra ga oidashite yatta no ka? Kowai yatsu? There was a person wearing weird outfit. Boku ga tsuita toki wa.君たちが気を失ってここで倒れてただけ。周りに他の人の姿はなかったよ。一体何があったの？どうやら僕の推測した通りだね。肝試し大会の裏には何らかの事情がある。さっき僕がどうしてここにいるのか聞いたでしょ？
まだその質問に答えてなかったね。実は僕はある依頼を受けてその調査に来たんだ。依頼？そうだよ。つい最近砂浜でおかしな遊びを発見した人がいてさ。砂浜の遊び？あ、それって A が言ってた秋津遊戯ってやつのことか？おや、どうやら君たちもそれなりに事情を知ってるみたいだね。あの遊びは少し前にひっそりと解放された。そして何人か偶然その遊びをやってみた人たちから面白いって評価されたんだ。でも砂浜には話を聞いて集まってきた見物客以外には誰もいなかった。例えると道端に屋台が一つ増えてるのに天使の姿がどこにも見えないって感じだ。オッケーとあんね。さらに変だったのはこの天守なき屋台は通常通り営業してたってとこだ。何？砂浜に来た人は告知板に声をかけるだけで遊ぶことができるようになっていた。あきんとブレてんのか？まさか幽霊なのか？うん、人々もそう言い伝えるようになった。その噂は少しずつ広まっていき、やがてたたりだって話になったってわけさ。噂はだんだん本当のことみたいになってきて、そこに行く度胸のある人も次第に消えていっちゃった。それで天領奉行は最初その一部エリアの砂浜を封鎖し、真実を解明して噂を論破しようとしたんだけど、社奉行の方が一足先にここで肝試し大会を開催したんだ。もともと近づく勇気のなかった人々も砂浜の遊びは社奉行が肝試し大会のために用意した肩慣らしの余興だと思うようになって、恐怖心を捨てて再びここに集まってきた。わーお、我が娘さんぺさげつに。でも僕は知ってる、あの遊びは花から社奉行とは無関係なんだ。おお。つまり社奉行はたたりがあるって噂を知ってたくせにわざわざここを選んで肝試し大会を開いたってことか？アヤトのやつ、頭が切れるやつじゃなかったのか？一体何考えてるんだよ。さあ、彼の考えを推測するより僕は自分の目の方を信じようかな。さっき依頼を受けたって言ったでしょ。実は砂浜で例の遊びをやってたら、そこに数時間も閉じ込められてしまった人がいたんだ。What？ 彼の話によると、どの方向に向かって進んでも結局元の場所に戻ってきてしまったらしい。しかも仲間はすぐ近くにいたのに彼のことが全く見えなかったんだってさ。聞いただけで怖いぞ。彼が何かを隠しているのは明らかだったけど、仲間の証言は手に入れた。つまりこれは事実だった。しかもこの一件が原因でますますたたりの噂は本当だと思われるようになった。社奉行が肝試し大会を開催することを公表するまでその砂浜に近づく勇気を持つ人は一人もいなかったんだ。誰が砂浜であの遊びをやれるようにしたんだろう。社奉行はなぜそれを隠そうとしたんだろうか。itu aneh sih kenapa ya itu malu sih。この真相が知りたいってのもあって、僕は進んで調査に来たんだ。僕のことは気にしなくていいよ。君たちと一緒に行動すると目立ちすぎるから、まずは一人で調査してみる。君たちも気をつけてね。僕が見た限りでは。大半の人はここで起こることについて何も知らされていないみたい。だから、ヤブヘビを避けるためにも、できるだけ他の人には話さない方がいいと思う。わお。お、パッ、ワン、コンプリート。お？えい？
Go to pits. Oh, I need Mr. Game. Yeah, okay. キモダメシ大会の2週目がそろそろ始まるぞ。平蔵が言ってたこと、巫女のお姉さんは知ってるのかな。ちょっと聞いてみようぜ。Oh, jadi kayak masuk ke PC dulu baru ini. Okay, sebentar.Aku jadi merasa kalau gua TP langsung mulai lagi. Oh enggak, oke. Okay. Pause dulu bentar. Oh, Omera, yotto kita ka? Kekkou nagai aida.あいつらを追いかけてたんだが、結局一人も見当たらなかったから先に戻っちまってたぜ。どうだ、お前らの方はなんか収穫はあったのか。あったと言うべきかなかったと言うべきか。 We never managed to find those three either. そうかそうか、お前らも奴らを見失っちまったんだな。だが大丈夫だ。俺様は新しいプランを思いついたからね。どんなプランなんだ。忍のやつがリーウェイで勉強して帰ってきた時、あることわざを教えてくれた記憶がある、確か何かの虫がうかがい、何かの鳥が後ろにいる的な。The hunter by day becomes the hunted by night. そう、それだ。お前も忍から聞いたか。前回、俺様は人を脅かすことに夢中になるあまり、逆にあの人をたぶらかしてた連中に脅かされちまった。今回、俺様はまず近くで状況を見て、あいつら3人が出てたら、俺様の方から奇襲をかけるつもりだぜ。まあお前らの方はとりあえず前回と同じく安心して肝試し大会に参加すりゃいい。じゃあまた後でな。あいつまたいきなりどっか行っちゃったぜ。でもあいつの計画は確かにいいかもな。オイラたちの方も巫女のお姉さんのところに行って肝試し大会の2回戦に参加しようぜ。 OK パイモン、Let's go。 Haunted Tale Part 2 As the members。お二方、肝試し大会での1回目の勝利、おめでとうございます。これで、漆黒ドロドロの真実にまた一歩近づくことができましたね。果たして、これはいいことなのでしょうか？それとも、悪いことなのでしょうか？意味不明な話はそこまでにしとけよ。それより、オイラたち、さっきすごーく怖いやつに会ったんだぜ。そうなのです。
ですね。どうもありがとうございます。肝試し大会の主催側にとってすごく怖いという嘆きのお言葉はある種の褒め言葉ですので。そうじゃないぞ。この肝試し大会に何かおかしなやつが紛れ込んでるって言ってるんだ。そのことで何か不都合でも？肝試し大会にまつわる話はあなたたちも聞いたことがあるはずですよね。肝試し大会に参加するすべての人の気持ちはとても複雑なものです。心の奥底で恐怖を抱く対象が目の前に現れることに怯えながらも普段と違う刺激を味わえることを期待しているのです。しんとした真っ暗な森の中にその期待に応える何かが存在しているというのは至極当然のことではありませんか。今あなたたちの後ろで凶悪な笑みを浮かべる怪物があなたたちの振り返る瞬間を待っているように。やめろIt is messing with you. さすがですね。この程度の話ではあなたを脅かすには物足りないようです。また小さな試練を乗り越えられましたね。おめでとうございます。肝試し大会の第2回戦は間もなく開始します。お相手の方はいかがですか。あれ、オイラたちすでに。確かに前回あなたたちは素晴らしいご活躍で勝利されました。そのままの組で勝負したいというお気持ちも理解できます。しかし残念ながらこの肝試し大会では毎回新しい仲間と共に挑戦する必要があるのです。もし試合が開始されるまでに。あー、もう分かってるぞ。試合開始までに組めなかったらそのまま退出扱いになるって言うんだろ。近くにまだチームを組んでいないやつがいるかどうか確認してみようぜ。Oh, ada Yoi Bia juga ya. Oh, masa. Berarti beda-beda ya tiap harinya ya. Kita coba cari tiga kontestan dulu. Dari sayur. Dari sayur dulu lah ya. お、見つかっちゃった。え、サユ、お前も肝試し大会に参加しに来たのか。はい。おしゃれなんとらどう見ても今起きたばかりじゃないか。いや、今から寝ようとしてるだろう。バルバさんとかも見たかい。肝試し大会が怖いから節は目をつぶった。そうすれば怖くなくなる。でも目をつぶると寝入ってしまう。前回はいきなり飛び出してきた牛の頭の大きな魔物にびっくりして慌てて木の後ろに隠れた。目をつぶってしばらく隠れるつもりだったがあんまり暗いからうっかり寝てしまった。いや、目が覚めたのは試合が終わった後だった。牛の頭をした大きな魔物って牛尾のことか。そしたら2周目で節とチームを組んでくれる人がいなくなった。それはかわいそうだな。ちょっと待てよ。そういえばさゆはなんで肝試し大会に参加しに来たんだよ。驚くと背が伸びると聞いたから。どんな方法だよ。どう聞いても怪しいぞ。
本当かどうか施設もわからない。でも背が伸びると聞いたからには試してみたい。さゆはまだ相手がいないんだろう。どうする、さゆと組むか。 Let me think about it. うん、大丈夫。そもそもこれは説のことだから。説は頑張って恐怖を、そして眠気を克服するぞ。でももし説と組みたくなったらいつでも声をかけてくれ。 OK。 Bisa jadi gue bisa jadi gue pilih saya sih. Coba dengar Tomat dulu. Yo. Kimodameshi Taikai no 1 shuu me o kachinuita tte kiita yo. Omedetou. Oh, lu tau ya. Toma, omae mo 1 shuu me kara ita no ka? Hmm. Demo zenkai, ore no ato o kossori tsukete ru yatsu ga iru kiga shite sa. Ah? Secretly following you?シャブ業のものじゃなさそうだし、誰かがわざとこの催しを破壊しに来たんじゃないかと思って捕まえようとしたんだ。だけどあいつは思った以上に逃げ足が速くて結局逃げられちゃって、気づいたら試合も終わってたよ。OK、だからそれでいいと。もしかしてそいつは破壊しに来たんじゃなくて人を脅かすために来たんじゃないか。人を脅かしに肝試し大会に？うん、確かにそういう変わったやつもいるだろうけど。それより今度こそ俺は腕を振るうつもりだよ。おう、そういえばトーマは階段が好きだって言ってたような。そうなんだ。だから俺が本気を出せば君たちの手強いライバルになるかもね。冗談さ、俺は商品なんかに興味ない。遊ぶために来ただけだ。せっかく若がくれた休暇だし、試合の勝ち負けよりもちゃんと羽を伸ばしたいんだ。君たちは相手はいるのかい？よかったら俺と組まない？Let me think about it. うん、まあそうだよね。いい仲間を見つけて今回も試合を勝ち取れることを願ってるよ。君も聞いただろ、鳴神大社が用意した特別な報酬を獲得するには3連勝する必要があるって。それが一体何なのか俺も見てみたいんだ。今そのチャンスがあるのは君しかいないからね。頑張ってくれよ。うん、hadiah ya dari ya, ya. Nah, salah juga sih. Metode. Sekarang si Yoni ya. Ah, tabibito to Paimon chan yan ka. Antara mo yappa kite tan ya na. Yorimiya mo itan da na.うちのことやったら前回からとっくに参加してたで。まあちょっと回るんが早かったからそれで会えへんかったんかもしれへんな。第1回戦で勝ったんはあんたらやって聞いたで。めっちゃすごいやんか。うちも最後の最後団子牛乳の隠し場所は見つけたんやけどな、一歩遅かったわ。実はどうやって見つけたのかはオイラもよくわかってないんだ。ジェイパイマン、わじゅうがビグマシさあ、ダッパッティアワワ。こいつの後ろにずっと隠れてたらいつの間にか勝ってたんだぜ。へえ、あんた見かけによらず肝試し大会の達人やねんな。そういうことやったらうちと組まへん？うちらが力合わせたら次も絶対楽に勝てるやろ。Mungkin gue sama Yoimiya kali ya. Kalau gue gak tau sih, Yoimiya belum jelasin tujuannya. Sayu sama Toma udah tau tujuan. Gue
gue jadi penasaran dia ikut itu karena apa gitu. Ya ya lo coba lo. Yokatta. Anshin shite na. Uchi o eranda koto wa machigatte hen katta tte shoumen shitaru de. Ikki ni shiai o kachi toru ya. Hanabi ga sora ni agaru mitai ni na. Shipatto hoka no hito ga handou mo dekehen uchi ni shiai wa owari tchu koto ya. Oke, mulai ya. Doyara uwaite ga mitsukatta yō desu ne. Konkai mo hikizuzuki kōun ni megumareru no deshou ka. Mochiron, shōri sono mono ga kōun de aru ka dou ka wa kangae mono desu ga. Tonikaku, konkai sagashite kite hoshii mono wo happyō shimasu ne. その名も扇です。一発扇って言うとオイラも知ってるあの扇子のことか。シャブ業の当主自らお選びになった扇は今鎮守の森のとある場所で静かに眠っています。さて導きの準備はすでに整いました。しかし森に潜む暗闇も迫ってきています。持ちこたえられそうにない時は諦めるのが一命を取り留めるための道かもしれませんよ。諦めたりなんかしないぞ。さ、出発だ。 OK, berarti jalurnya beda lagi ya. Oh. OK.Ikuti tanda panah. Tanda panahnya suruh ke gua. Ada tanda panah lagi gak? Ada. Nani ka otsute kita zo. Hayaku dokka yatte kure. Homa? Nishite mi? Oh? Oni kabutomushi ya. Nanka mechcha tsuyosou ya shi. Uchi ga mottoku wa. What in the what? Kondo no oni kabutomushi taikai wa koitsura ni makase yo.Tiba-tiba ada hujan atau di kamu itu loh. Jangan-jangan itu ya. Terakhir kali gua lewat sini ya. Gua balik ke atas atau ke bawah ya. Gua ke kiri deh. Okasih na. Paimon-chan wa nande sumire uri ni natte shimotta? Oi!そしたらこれ一体何やろ。あ、飛んでしもた。逃げんといてえな。うちによう見せて。とはパンデとラベンダルビサータルマン。オッケー、ゴアビサラソブランアトケカナ。キリライ。キタカキリでキタカキリ。ここならしばらく安全なはずだ。パイモンちゃん疲れてしもた。ちょっと休む。おう、ここらで一休みしよう。あ、ちょっと待て。あの彫像ってこっちを向いてたか。ろうそくも消えた。もしかして何かが近づいてきてるのか。オッケー、わかった。逃げろ。Masa sih? Gua ga... Aduh, gua ga liat. God damn it. Gua ke kiri lagi. Ada lavender. Yakore. Nande konna toko ni yatai ga arun yaro. Tunggu, ini melayang. Jusu de kyuukei dekeru yō ni nattoron ka. Melayang. Nah, jusu o 3 bai tanomu wa. Konkai wa uchi no oguri ya.誰かおらへんの？変やな。誰もおらへんわ。残念やけど、先進もっか。
なんだ、エクシア。この先、道がないぞ。センスは一体どこに隠してあるんだよ。おー、ゴビサさん、ラヤ。あー、なるほど。あれ、ここにも屋台があるのか。それに、なんだか見覚えがあるような。どこへ行こう。でもいいんだ。いや、違うぞ。これって、さっきの屋台じゃないか。また来たぞ。オイラたちについてきてるみたいだ。誰か、助けてくれ。オッケー、とハロー。え、なんや、提灯がぎょうさんあるで。綺麗やな。でも、よう見たら、提灯が空中に浮かんどるように見えるで。一体どういう仕組みなんやろ。どう見てもおかしいだろ。ちょっと肩借りたらあかん。あんたの肩に乗って一針取ってみたんや。今はそんなことしてる場合じゃないだろ。 OK、gua ada ketemu itu kipas. Jadi gua coba balik untuk iseng deh. Kira-kira itu di jalur lain dia ada hal yang lain gak?Ya kan anggap aja kayak jatuhnya apa tuh? Ya. Oira tachi ga sagashiteru mono ja nai. Nuka yorokobi saserareta zo na. Oira no sakkaku kamoshirenai kedo. Soko ni henna kage ga nai ka? Aku berhenti. Hanma ya. Sakki kita toki wa nakatta ya na. Dare mo orahen no ni kage ga aru.これって、ほんまの階段なんちゃ？見に行ってみような。やめとけって。おいら、心臓が飛び出しそうになったぞ。オッケーオッケー。おー、berarti setiap jalurnya ada event ya? Berarti gua di awal tuh gua langsung ke arah yang betul ya? Ya. そういえば、なんか音聞こえへん？音？祠の方から聞こえるみたいなんやけど。そういや、人から聞いた話なんやけどな、一部の悪霊は祠に封印されとって、夜になると中から叩いてくるらしいで。ほんで人が近づいたら突然飛び出してきて、近くにおった人を中に捕らえて自分の身代わりにするんやって。うわあ、おいらに近寄らないでくれ。なんや、猫か。残念やわ。生きとる悪霊が見れるかもって期待したのに。うん、よかった。ここじゃないみたいだな。違うルートで行ってみようぜ。あー、なるほど。いや、いや、あわるこれだ。Betul ya, ya. Gua gak bisa menikmati kalau gitu. Apa-apalah, gua udah ketemu juga sih. Tapi ya patung gua gak tahu sih. Gua gak liat patung dia gerak atau enggak. Nah, mite mi. Kono uchi wa, kore ga sagashi totta ogi chau ka?綺麗な模様が描かれとるわ。花火やろか。とにかく祭りの雰囲気って感じやわ。これが見つかったってことは、うちらは今回の試合に勝ったっていうことやんな。これ持って戻ろう。うん、やっと終わった。イットはまだ怪しい奴らを追いかけてるのか。おいら、なんだか心配だぞ。ちょっと探してみないか。ん？なんか他に用事あるん？そやったら、うちが先にうちは持って帰っとこか。お、ありがとな。気にせんといて。あんたらと一緒に肝試し大会に参加できて楽しかったわ。またなんか楽しいことがあったら、うちにも声かけてな。
Oke, okay, itu seru sih gua aku. Itu ada yang mulai kelayak gitu. Kore de mou nigeba wa nai daro. Oh, itu tiga yang tadi. Anta ra hayaku nigero. Oira no koto wa hotoite kure. Lu ngapain orang itu? Ore sama no koto wa nameten no ka? Kyou wa hitori mo nigasane zo. Itto da. Ano 3 nin wo tsukamaeta rashii ze. Hayaku itte miyou. Ayo. Itto. Masaka hontou ni aitsura wo tsukamaeraleru nante na. Nigero tte itta no ni. Dou shite nigenakatta nda yo. Nani wo itte oru. Ware ra ga sonata wo houtte oku wake ga nakaro. Mou nani mo yuu na. Sonna ni kuitai nara boku tachi 3 nin wo matomete kuu ga ii. たとえお前の腹の中に入ったって僕たちは屈しないからな。食べるだの食べないだの、お前らは何かの美味しい食べ物が幽霊になったやつなのか。イットもなんでずっと黙ってるんだよ。こいつらなんか見覚えがあるんだよな。あ、鬼バーバが見せてくれた妖怪百科に載ってたやつらじゃねえか。ディメ妖怪セルガイ。ヨーコとカッパ、それに一つ目小僧だ。そうだろ、こいつら妖怪だぜ。わっ、ようやくわかったか。おいら一目見た時からわかってたぞ。あんたは鬼だよな。気性が荒く底知れぬ力の持ち主で、見かける妖怪すべてを丸くこねて食ってしまうっていう鬼だ。そんなデタラメな噂、一体どこの誰が流しやがったんだ。それにお前らこそずっと人をたぶらかしやがって、一体何の真似だ。俺様は見たぞ、お前らがこっそりこいつの後ろをついて回っていろんな変なものを出しながらこいつを脅かそうとしてたのな。お前らの仕業だったのかよ。人を脅かすつもりはなかったんだ、オイラたちはただ、うん、Go ahead. You can tell us. 本当か、怒ってないのか。さっきは何回も脅かされたけど、どうやらお前らもわざとやってたわけじゃなさそうだしな。とにかくまず理由を聞いてから許すかどうかは考えるぜ。実は我らは祭りを開催したいのだ。フェスティファル、妖怪たちが主催し人も参加できる祭りを。おい、ユミThe Mikawa Flower Festival? あ、エイが言ってたやつだな。三千花祭りか。その名前なら俺様にも馴染みがあるぜ。昔の大妖怪たちが開催した賑やかな祭りだったらしい。俺様の新たぎ極上生成豪語大祭典にも劣らねえほどにね。三千花祭り、それは確かに我らの夢ではあるのだが、実際我らの祭りがその名にふさわしいというには程遠いというのは百も承知なのだ。百鬼夜行の時代はもう戻らぬ。我らはただ山に住まうしがない妖怪だ。ご覧の通り我らにはほんの少しの妖力しか残っておらぬから、ちゃんとした祭りを開催するのは不可能なのだ。それでも我らはこの方法で人と接触したい。そして感謝の気持ちを伝えたい。感謝？そうだ、オイラたちは野外に住んでるからいろんな魔物から襲撃を受けちまうんだ。あいつらはオイラたちの縄張りに入ってきて大暴れした上、
食べ物を渡せって脅迫してくるんだ。時には殴られることもあった。やっぱオイラたちがようやく一息つけたのは、人間の冒険者たちが野に入って魔物を追い払ってくれたおかげだったんだ。なるほどね。人から恩を受けたからには、力不足だとしても恩を返したいって考えるもんだよな。気を落とすことはね、お前らも堂々とした男だぜ。ってことは、砂浜の秋津幽霊はお前らが用意したものだったのか。そうだよ。What? 面白かった。え、これかよ、what it?伝説の中の秋津羽遊びを参考にして作ったんだ。たくさんの妖力を消耗してやっとのことで建てられた。妖力が残り少なくなったから、森に屋台を置いてお祭りの雰囲気を盛り上げようとしたんだ。そなたたちにずっとついてたのは、その反応を見たいからだったのだ。秋津幽霊ってそんなに大事なものなのか。どうして妖力をほとんどあれに使っちゃったんだよ。もっと美味しい食べ物の屋台を作ってくれたら、オイラはきっと旅人を連れて思いっきり食べてたぜ。そういうものなのか。実を言うと、我らは今まで人間に接触したことがなかった。だから何が好きなのかもわからなかったのだ。おう、秋津幽霊を優先して建てたのは、とある伝説を聞いたからだ。あ、それって数百年前、妖怪と人間が祭りで出会った物語だ。あ、やまな。お、あばがありません。数百年前、三千花祭りにとあるモノノフが迷い込んだ。どうして人がここに。結界を張ったってのによ、まったく困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、行ける口か。あ、それなりには。おほう、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思いっきり勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。ひとごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か。自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。お？言い伝えによれば、三千花祭りは参加者を思う存分楽しませて帰らせるもので、秋津羽遊びは友情の印とされておった。だからこうして祭りをやろうという時、すぐに秋津羽遊びを思いついたのだ。だが本物の秋津羽遊びはとうの昔に消えておる。我らは通りすがりの商人から話を聞いてあれを作った。それで名前を秋津幽霊に変えたのだ。We heard that someone had been trapped in Akitsu Yuge. あれは僕たちのせいじゃない。オイラたちもどこに問題があったのかさっぱりなんだ。先日我らは秋津幽霊を封鎖して、どこが悪いのかしっかり調べた。だが結局何の問題も見つからんかった。妖力の不安定さが引き起こした特殊な状況なのやもしれぬ。こいつらが
嘘を言ってるようには見えないぜ。本当に想定外だったのかもな。でもあの事故から誰も来てくれなくなった。そう、それから水色の髪をしたアンちゃんがやってきたんだ。この一帯を回ってさ。え、じゃあやっとか。鋭利な目つきであったから、おそらく我らに気づいていたのであろう。だが彼は何も言わずにすぐ去っていった。それでね、よくわからないけど真珠の森にたくさんの人が来たんだ。秋津幽芸の方にもまた人が来るようになって本当に良かったよ。水色の髪のアンちゃん。You must have been Ayato. そういえば、アヤトが選んだ扇も祭り用のうちわだったよな。もしかしてあいつ妖怪たちのことを知っててここで肝試し大会を開いたのか。なんだ、アヤトの兄貴も肝試し大会に参加してたのか。アヤト兄貴。もしかして鬼カブトムシを捕まえに来たのか。それならこの前俺様が捕まえた鬼カブトムシを連れてくればよかったぜ。そしたらしっかり勝負ができたのに。そっか、そういえばイットってまだアヤトの正体を知らないんだよな。 It's alright, no need to tell him for now. でも本当にホッとしたぞ。オイラたちがあった変な出来事はお化けのせいじゃなくて妖怪たちの仕業だったのか。へへん、本当のことが分かれば肝試しだってそんなに怖くないぞ。おい、お前らはきっと人間と遊びたいんだろう。俺様にはその気持ちがよくわかるぜ。今じゃ俺らのような妖怪は少数派だ。それで孤独に行動するなんてのはどうしても寂しくなるよな。こうしよう、俺様がお前らの願いを叶えてやる。俺様は妖怪でありながら人間界でも顔が利くんだぜ。この稲妻で俺様の名を知らねえやつはいねえ。行くぞ、俺様が案内してやる。オイラはもうそんなに怖くなくなったし、あたりを回ってみないか。妖怪たちは祭りをやりたいって言ってたよな。さっきまですごく怖かったから全然気づかなかったけどさ、よくよく思い返してみるとこの前浜辺で祭り関連のものを見た気がするぞ。行ってみようぜ。もしかしたら何か手伝えるかもしれないぞ。Berarti yang rubah itu si Hyakiko ya berarti. Oh, itu si rubah sih gua lihat sih di festival juga gitu. Hundreds years ago ya, berarti waktu si Ei sama Makoto masih ada. Ya si what? Tadi kan yang si A kan juga bilang ya, dia ada bilang wait a minute, this is new. What in the world is this? Lavender man. Dia yang melayang-melayang. Saya tadi gak ada deh. Itu, tunggu, itu cewek tadi. Ore, omae. Mae atta henna yatsu janai ka. Mata kimi tachi. Ini keren sih modelnya gua akuin.私のところですでに散々な目にあったのに、まだ近づこうだなんて。
いい度胸してるわね。今度こそ手加減はしないわ。ここから離れないと私は。へへん、もうその手には乗らないぞ。さっきお前の仲間たちに会ったんだ。もう全部白状したぜ。仲間？そうだぞ。お前らは外で暮らしてる妖怪たちなんだろ。オイラたちはさっきヨウコとカッパ、それから一つ目小僧に会ったぞ。お前は何の妖怪だ？あ、当ててみるから待てよ。わからないぜ。俺とかが倒せ。まあいいや。秋津遊戯を遊びたいんだけど、一緒にやらないか？わお、やっちゃう。秋津遊戯。また秋津遊戯。こんなのいけないのに、もう少し我慢すればできるのに。ん？どうしたんだ？どこか具合でも悪いのかよ。お腹が空いたのか？結構憔悴してるみたいだけど、夜ぐっすり眠れなかったのか？心配するな。イットはもうお前の仲間を連れて新しい友達を作りに行ったぞ。 We are your friend too, eh? そうだぞ。何にも心配する必要はないんだ。ほら、秋津遊戯をやろうぜ。どっちが早くできるか見てみようぜ。勝った人は負けた人に一つだけ願いを叶えてもらうってことでどうだ？ほら始めるぞ。元気出していこうぜ。レディする前。オッケー、ポップ。Let's modify it. What? Okay, kita suruh main yang ini. Ya lah, gua ambil yang ini. Ini juga. Brick type. Electro Geo Water. Effort information.Without any element type, when a skill ball affected by element, it hits the basic brick. Oh, kalau misalkan bolanya yang ada element, dia itu yang akan hancur. Dia element sih. Element reaksi, element reaksi. Okay. Terus sekarang, Ina cuma dah. Aku coba bawa.Karakter yang dari Inan. Siapa lagi yang dari Inan Duma? Ada api betul. Oh, apa jangan-jangan ini pakai elemen api ya? Oke, oke. Berarti gue butuh satu Geo ya. Buruk.Ngaruh gak sih level? Oke, klik kiri. Oh.Oke, oke, oke, oke. In business mode. Pew, pew, pew. Shit. Ya. Reset satu. Oke. Done.さすがだな。
元素ブロックを片付けるなんて。今回はもう勝ったも同然だぜ。ほら、お前の番だぞ。いいわ、見てなさい。なんでゴムでから詰まられてた。ほぼ全部真ん中に当たってる。しかも旅人より早かったぞ。ワンズしてはあゆけてくれ。目のくらむような一曲だったな。おいら頭がフラフラしてきたぞ。アイコン2ちゃんと見えたか。アイコン2。ルールが変わったって、君たちのような初心者には負けないわ。アンジェラ待っとる。そっか、よく考えてみたらお前も妖怪なわけだもんな。秋津幽霊ってお前らが作ったわけだし、強いわけだし。いいぞ、オイラは約束を守るやつだからな。願いを一つ叶えてやるぜ。先に言っておくけど、オイラたちができないことや悪いことには乗らないぞ。願い？私は君たちと二度と会いたくない。あれ？おい、ついさっきまで一緒に楽しんでたのに。だからこそ私の前に二度と姿を見せないで、私に話しかけないで。これは君たちにできることよね。これは私からの最後通帳よ。次に会うことがあれば私は、君たちの魂を取るから。だから、僕にもにいにすすわっとし。怖かったら、もうここへ来ないで。おいらたち、何か間違ったことでもしたか？ Maybe she just want to be left alone. そっか。でも、あいつと秋津幽霊を遊べて楽しかったぞ。また会えたらいいな。Dari pakaian sih gue kamu pernah lihat deh dia dari mana gitu. Itu の方はどうなってるんだろうな。帰ってみるか。Wait a minute. Apa jangan-jangan itu... Tunggu, gua pernah lihat itu kayak... Iya, waktu di awal-awal itu kayak gua ada lihat ada warna yang sama. Apa dia yuk kayak yang payung itu ya? Nah... Hii... Nggak tahu lah, maybe. あんた、一つ目小僧なん？そうだ。緊張せんでええって。うちは長野原花火屋の宵宮や。あ、昔、すっごく遠い場所からだけど、長野原の花火を見たことがあるよ。空で散っていくのがとても綺麗だった。本番？ほな、約束しよ。また花火持って一緒に遊ぼな。本当、ありがとう。それと、失礼ですが、こちらは楓原和葉様でしょうか。いかにも、様とつける必要などない。ただの四方をさまよう浪人でござる。昔、野外であなたの剣さばきを目にして、あの時はたくさんの敵と立ち向かっていたにもかかわらず落ち着いていらっしゃった。それはおそらく拙者が稲妻から離れた時のことでござろう。お主の言うほどではない。拙者も苦労してやっと離れることができたのでござる。それも上里家当主の助けがあってのこと。そういえば
こちらがその恩人の妹君でござる。もしかしてあの白崎の姫君。そんなにかしこまらずとも、こんなにすごい人と知り合えるなんて、僕は夢でも見てるのか。ゴロはマシカパや。話しかけないのか。すまねえ、オイラは臆病者で。そうか、変だな。俺と話してるときはそんな感じはしないけど。オイラもなんでだかわからねえんだ。五郎様と話すときはペラペラ喋れて、なんとなく落ち着けるというか。この三人の中で肝っ玉が一番小さいのがオイラなんだ。前水の中に石を投げる人がいたんだけど、それだけでオイラはビビって水の中に何日も隠れてた。あ、すまねえ、無意識に自分の悩みを語り始めちまった。変だな、昔はこんなんじゃなかったのに。大丈夫だぞ、みんな向き不向きがある。大事なのは勇気を出して変わろうとすることだ。なあ、何の話をしてるんだ。俺たちも入れてくれよ。だったカッパ、初めて見た。たどきだばカッパ。こんにちは。もう出てけ、もうない。本当に荒滝様には感謝するばかりだ。こんなにすごい方々を連れてこられるとは。なんて言ったって俺様は最強無敵の荒滝ユイガー独尊一刀だからな。それに俺様が親分やってる荒滝派にいる奴らはみんな名の通ったやつばかりだ。おい一刀、また嘘ついてるな。みんなは肝試し大会に来ただけで、お前に連れられてきたわけじゃないだろ。それにほとんどのやつはお前と大して仲良くないじゃないか。くそ、こんな時にバラすなよパイモン。ひひ、教えてやるよ。イットはそんなにすごくないんだぞ。稲妻の人脈王といえばやっぱりこのオイラと、この隣にいる旅人だ。なんだと？誰の知り合いが一番多いか、俺様と勝負してみるか？やるなら付き合うぞ。怖いことなんかあるもんか。お二人とも喧嘩はやめるのだ。私から見ればみんなすごい人だ。しかも羨むほどの友情がある。それは釜井様とお侍様のような。それはもちろん。俺様の子分たちだ。まずい、俺様としたことが妖怪たちのことばかり気にしてこいつらをビビらせることを忘れてたぜ。親分。お前ら帰ってきたか。俺は親分、ごめんなさい。はあ、親分の賢明な判断を疑ったなんて。肝試し大会マジで怖かった。幽霊、ここ絶対幽霊がいるって。今思い返しても震えが止まらない。でもこの刺激は確かに楽しくもあったな。だから言っただろ、お前らが信じなかっただけだ。ほらほら、もう怖がるな。俺様からの種明かしだ。本当はだな、ここに幽霊なんざいやしねえ。お前らが見た怖いもんは
妖怪たちの仕業で単なる誤解なんだ。だよな。そのすまぬが、このお三方は知らぬ。あ、そなたたちがどこへ行き何を見たのかはわからぬが、我らとは無関係なはず。ああ え、ああいや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 、よーころ姉ちゃん、今は冗談の時じゃないぜ。状況はよくわからぬが、私は冗談など申さぬ。お前らじゃないとしたら、まさか肝試し大会に本当に幽霊がいるのか。 Wait a minute. We did meet some lady who was all dressed up. そうそう、あいつお前らの仲間だろ。オイラたちと一緒に秋津幽霊までして遊んだんだぞ。お二人が会ったという方は知らぬが、今回祭りをやりたいと思ったのは我ら三人だけ。おお、ジェディミスタリア、助けてくれ、親たち幽霊に会ったぞ。助けてー。落ち着け、とりあえず落ち着け、落ち着け。やかましいな。あ、お前は天領奉行の平蔵。安心してよ、たとえ幽霊がいたって君たちのうるさい声を聞いたら気絶するって。一等、その子分たちを連れて他の人たちにも状況を説明してきてくれる？旅人パイモン、僕についてきて。おむわかったぞ。平蔵がいてくれればなんだかちょっとだけ安心だぜ。Why did you make it that after we came here? 怖がるな。何があろうと、俺様はお前らを守るぜ。俺らの守りだ。オッケー、聞いてた。黙念黙想、常に静かで清らかであれ。神器のことは気にすることなかれ。ああ、これは三五宮様が虎の巻に書いた言葉なんだ。三五宮様はやましいところがないから恐れる必要はないと言ってた。三五宮様がここにいればよかったのに。彼女ならここで何が起こったのかすぐにはっきりさせられたはずだ。まさか本当に噂通り肝試し大会ではおかしなことが起こるものなのでしょうか。どうかお気をつけて。オッケー。若はこの状況を予想していたはず。何？俺は若を信頼している。しかしお嬢もまだここにいる。念のため早くはっきりさせないとな。いや、せっとぶっとしししとまうもんや。ほんまに幽霊が混ざり込んだ？うちも探すわ。まだ幽霊にはそんなあったことないね。めっちゃ気になるわ。おいおいびやろいのフィクスマーガなこの左右やばな。しー、ここは雪がいつも隠れている場所、安全だ。一つ秘訣を教えてやる。目を塞げば
怖いものは消える。Nanti dulu, oke, betul. Ya, ingat ya. Ya betul, nggak ada lagi sih. Oke. Yep. Miko no onesan. Hinda na. Koko ni wa inai mitai da ze.掲示板に赤い文字があるぞ。最後のもの、羽子板。肝試し大会の最後の探し物は羽子板ってことか。どうやらあの巫女は僕たちに3周目を完遂してほしいみたいだね。次はまさかオイラだったりしないよな。お前と離れたくないよ。筆跡は乱雑だけど周りに抵抗した痕跡はない。確かに変だね。それにしても字が少し多いな。 What do you notice, Hazel? 3試合で使った3つのものはそれぞれ3つの勢力によって選ばれたものだと僕は考える。資金を支援した商人は団子牛乳を選び、人手を提供したシャブ業は内輪を選んだ。そして羽子板は多分鳴神大社の人が選んだんだろうね。何か特別な意味があるのかな。意味なんて今はいいんだよ。それよりオイラたち本当に肝試し大会の3周目に参加するのか。そりゃ噂の豪華ご神物にも興味はあるけど、オイラは安全の方が大事だと思うぞ。おお。戦略的撤退っていうのはどうだ。僕はここに残るよ。依頼はまだ終わってないからね。未知は恐怖をもたらす。未知から真相を探すのが探偵の仕事ってこと。わかった。平蔵がそういうのを聞いたら確かにさっきよりは怖くなくなったぞ。うん、じゃあオイラたちも少し待ってみようぜ。もしかしたら巫女のお姉さんもたまたま用事があって離れただけで、またすぐ戻ってくるかもしれないしな。But we udah complete. Okay, itu seru. Okay. And the following days. Okay. Kita lihat.The following day seperti ini kali ya. Oh betul. Tabibito, Paimon, 最後は僕が仲間になるよ。すべての人の中であの幽霊に会ったのは君たちだけだ。僕は君たちと一緒に真相を調査したい。うん、オイラは大丈夫だぞ。お前もいいよな。Fine by me. Do you have any ideas so far, Hazel? 今はどうにも手がかりが少なすぎる。僕もまだ推測しかできない。少し調査したい場所があるから、後で一緒に見に行ってみよう。どこのことだ？まず、僕たちが初めて会った場所さ。君たちの話によれば、君たちはそこで幽霊と出会い、そして気絶した。多分そこにはまだ何か手がかりが残っていると思う。本当に行くのか。うん、オイラたち飛んで火にいる夏の虫になってない
彼女が僕たちを待ち伏せないか心配なのかい？僕にとってはその方が好都合さ。彼女が見つからないと悩んでいたところなんだ。そんなに簡単に出てきてくれるなら手間が省ける。ヒーゾー、お前肝が座ってるな。出会う事件が多ければ自然と怖くなくなるものさ。行こう。Ketiga, enter keting. Dan saya tidak menyangka itu B. Kimi tachi ga saisho ni yurei ni deatta basho wa koko datta hazu da. Mochiron, sono josei ga hontou ni yurei na no ka dou ka, boku wa mada utagatteru.全体を振り返りたいんだけど、その時彼女が何を言ったかまだ覚えてるかな？私に近づくべきじゃないって言ってた。それにオイラたちが離れなかったら魂をここにとどまらせるって。もうあの時のことは思い返したくないぜ。思い返すだけでまた体が震えてきたぞ。それで？それからオイラは目の前が暗くなって、頭もフラフラしてきて、あちこちに火の玉がちらついてるのが見えたんだ。それになんだかあの幽霊の周りに黒い霧がまとわりついてる感じがして、それでオイラは気絶したんだぞ。なるほどね。その話だと確かに幽霊のたたりって感じがするね。ほら、平蔵だってそう思うだろ。もともと完全に否定してたわけじゃないよ。ただ彼女の正体よりも何がしたいかの方が気になるね。幽霊だとしても知性があるのなら何か切実な目的のために動いているはずだ。オイラたちの魂が欲しいんじゃないのか？そう言ってたぞ。Suruh kita tuh pergi dalam arti masih ada alasan yang lain sih berarti. それは多分ただの脅しでしょ。なんて言えばいいかな。あ、もし僕に魂を取るなんて能力があるとすれば、何度も君たちに警告なんかしなくていい。あ、いや、イトブット。それにそんな秘密を持った誰かが辺りをうろつくことは許さないと思うな。いや、イトブットスカル。それもそうだな。なんで思いつかなかったんだろう。Oh, you were always too scared to take a strike. 今考えられる可能性は2つだけだと思う。まずは本当に君たちの魂を刈り取りたいけど、そのためには何らかの条件を満たさないといけない。いわゆる呪われた状態って可能性。でももし本当に君たちが呪われてるなら、きっと何らかの感覚があるはずでしょ。だからこの可能性は低い。僕が思うに、彼女はただそれを理由に君たちをビビらせて追い払いたかっただけだろうね。3日がラギ、もう1回ぐらいやろ。オイラたちを追い払って何をするつもりなんだ？待て、オイラ分かったぞ。お、バイムンタウ。オイラたちを危険させて肝試し大会の商品を独り占めにしようとしてるんだろ。 What in the what?Aku nyesal memuji anda. Was he registered as a contestant? Oh, そっか。そんなはずないよな。じゃあ、なんだろう。映像、何か思いつくか？君たちの話から考える限りじゃ、彼女には悪意がないように思うよ。ただ、ここにいてほしくないだけでね。
でもこれだけじゃまだ何もわからない。常識的に推測すれば、彼女は何かの宝物を守ってる。それか何かの事件を隠そうとしてる。Bisa juga itu。でも僕の勘がこの推測はどっちも正しくないって言ってるんだ。だからまずは辺りを調査してみよう。Okay, look for a clue. Collect the clue. There are some footprints visible on the ground. However, upon closer inspection, there seems to belong to Hazel and myself. Huh? Could that woman really be a ghost? I have looked around, but I haven't found any clue.Looking up, there are a few branches that have been bent slightly downward, as if there's something heavy had been hanging from them. Really? What branch? Tunggu, kita lihat dulu. Oh ya, anjir. Ini agak...itu agak nggak natural sih. Iya deh. Pakai uang atau? 何か手がかりはあった? I noticed some branch that seems a little unusual. オイラたち、枝が何かによって曲がってたのを見つけたぞ。それ以外は何もなかった。うん。僕も君たちと別れた後。辺りを探してみたんだけど、枝が何らかの負荷で曲がっていた他にも焼かれた跡がある場所があったけど、やっぱりそれだけじゃなんともね。もっと直接的な物証があればいいんだけど。こんにちは。あの、邪魔してごめんね。一つ目小僧、それにヨーコとカッパまで、どうしたんだ？手がかりを探していると聞いてな、手伝おうと思ったのだ。へえ、勇気あるな。おいらたちも自信はないよ。さっき荒滝様の子分たちから詳細を聞いてきたけど、確かに怖い。そいつは絶対どこかの怖い悪霊か、膨大な妖力を持つ邪悪な大妖怪だ。どっちにしたってただものじゃない。でも三千花祭りを思うと、我らは昔から釜井様とお侍様の友情に憧れておった。この憧れがあったからこそ、人から受けた恩には三千花祭りで報いろうと思ったのだ。力に限りがあるからとて、このせっかく手に入れた友情に誇りをかぶせたくはない。三千花祭りとは、来る人に思う存分楽しんで帰ってもらう祭りのはずだ。鎮守の森は広いからね、調査の人手が増えてくれるのはいいことだ。じゃあ君たちにも頼むよ。しっかり探してくれ。安心して、僕たちここには詳しいんだ。どんな手がかりだって見逃しはしないよ。わお、ベスティガー the little yokai finding。 OK。 ふぅ、見てくれ、川の下流でこれを見つけた。これはなんだ？どうやら黒い布の切れ端のようだが、しかしこのような布見たことはないな。これは遮光布の切れ端だね。遮光布？遮光布？うん、光を遮る効果が強くて、よく舞台などの場所に使われてる布だよ。
What? 切り口が結構荒いね。石とか木の枝で破かれたみたいだ。木の枝。例えば、とても大きな遮光布が木の上にかけてあったとしたら、木の枝はその重みでたわむ。遮光布を木から引っ張って落とそうとしたとき、どこかの端っこが枝に引っかかって破れ、黒い布の小さな切れ端が水の中に落ちた。気にしなかったというよりは、気にしてる暇がなかったんだろう。まだ彼女にはやらなければならないことがたくさんあったからね。じゃあ、なんで遮光布を木の上にかけたんだ？僕の推測だけど、もしかしたら君たちが味わった雰囲気を恋に演出するためかもね。Do you mean? まだ気にしないで。僕もまだ考えがまとまってないんだ。荒竹派の人たちが脅かされたって場所ももう一回調査しに行きたいんだけど、君たち道はわかるかな？僕、道を知ってるよ。荒竹様の子分たちと話した時、幽霊にあった正確な場所を聞いたからさ、僕が連れて行くよ。じゃあよろしくね。さあ行ってみようか。 OK Let's go。ここだ。ここを通った時、辺りが突然暗くなって、それから鬼火がチラチラし始めたって聞いたよ。ん？なんだか身に覚えがあるぞ。それってオイラたちが見たのと一緒だよな。まずはこの辺りで前みたいに調査をしようか。うん。やっぱり。あは。What？ 木の下からひび割れた玉を拾ったよ。Mesh ball under the tree？中は煙くて黒く焼かれてて、花火みたいな匂いもする。炎が残っておる痕跡から見て、そなたたちの見た鬼火は妖力によってできたものではなさそうだな。何かを模して作ったもの？私にもよくわからない。隣の石の割れ目に変な粉が。少し取ってクンクンしてみたら、頭がフラフラしてきて、眠いよ。ゲーサーよ。似たような恐ろしいこと。完全に片付けられていない痕跡。どうやら僕たちは真相にだいぶ近づいてきたみたいだね。今ほぼ確信できるのは、君たちが会ったその女性は幽霊なんかじゃないってことだ。彼女は不思議な力も持ってない。ただ前もって準備した小道具で人を脅かしてただけさ。おー、いやどこや。レクスモア、いや、アッサ。小道具？そんなものでできるのか？オイラたちが見たやつは本当に怖かったんだぞ。まず肝試し大会の存在自体がここの雰囲気をますます恐ろしげにした。当時の君たちは妖怪の3人に脅かされたところだった。その上謎の女性に出会えば緊張するのは必然的なことでしょ。緊張のせいで呼吸は荒くなり、彼女があらかじめ撒いていた睡眠花粉を吸っちゃったせいでフラフラし始める。
その瞬間、彼女は遮光布をさっと抜き取って鬼火を燃やし、未知で恐怖の景色を作り出した。だいたいということは、彼女の言動はただのハッタリだったのだな。ちょう？おいらを騙すだなんて。でももう一つだけ問題がある。僕にこの件の調査を依頼した人は、確かに尋常じゃない力によって浜辺から抜け出せない状態だった。これはただの小細工でできることじゃない。でももし彼女にそんな力があるのなら、どうしてたくさんの小道具を用意する必要があったのかな。おいら頭が痛くなってきたぜ。そうか、森の中では小道具なしに人を脅かせないが、砂浜では不思議な力を駆使できる。なるほど、だいたいわかったよ。わっ、はやうん、集団行動の可能性を除けば残るはただ一つ。君たちが会ったっていうその女性の正体がわかった。浜辺に行って確認しよう。我らも。いや、君たちには帰ってみんなに怖がらないように伝えてほしいんだ。もう時間を費やして林を調べる必要はないってね。オランビアンサカリアブラティンジャトリ。真相はもう浮かび上がった。不要な恐怖心とはさよならして、肝試し大会の終わりを待つ時だ。わかった。じゃあ安全に気をつけて。何かあったら大声で僕たちを呼んで。絶対に聞こえるから。危ないことなんかないよ。でもありがとう。じゃあ行こうか。崖に沿って探してみよう。僕の推理が間違っていなければ、一箇所だけ土の違う場所があるはずだから。What? What do you mean? The unusual on the beach?分かってたわ。やっぱりここまで探しに来たのね。おしゃ、ティブティブってあった。出た。妖怪の仲間だと思ってたのに、あいつらはお前を見たことないって言ってたぞ。お前、一体誰なんだ。なんでオイラたちを脅かすんだよ。言ったはずよ。話しかけるべきじゃないって。いい加減に離れないと。 What? なんか怖いぞ。いいぞ、今は小道具とかないよな。動かない方がいい、君のためにもね。そんな妖力じゃ僕たちを脅かすことはできないし、君の消滅を早めちゃうよ。なぜそのことを。What? 物をよりどころに生まれる妖怪は、本体以外にも人の姿に化ける。本体の近くにいれば多少妖力を使えるけど、本体から離れすぎると力は衰えちゃうんだ。そして本体が壊れてしまったら、それをよりどころとして生まれた妖怪も消滅してしまう。お？物霊とでも言えばいいかな。それともつくも神の方がいいかい。あごいたしぴえれ。ややこしいことはいいわ。自分の名前がある。羽生田千鶴よ。千鶴、なんでオイラたちに離れて欲しかったんだ。お前も妖怪だったら
一つ目小僧たちの考えを理解できたはずだろう。それに一緒に秋津遊戯を遊んだ時も楽しかったぞ。なんだか物語に出てくる釜井様と侍になったみたいで。そう、だからこそ君たちにもあんな悲しみを味わってほしくなかったの。わ、悲しみ、どういう意味だ。妖怪たちから釜井様とモノノフが知り合うお話を聞いたわね。あの話、本当は続きがあるの。彼らの知らない続きがね。お、一定要死ね。出会った時、モノノフはおよそ25だった。10年後、再会した二人はすぐにまた意気投合した。飲み、遊び、磨き合って、初めはただ気の合う仲間同士だった二人が互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて酒を断ち、修行をし、再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に駆り出されていたから。妖怪にとって10年など一瞬、釜井様は気にも留めなかったけれど、次の再会の時、釜井様は目を疑った。モノノフは弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい小僧、まだ剣を握れるか。自分は年じゃ、もうそれには答えられん。こたびは別れを告げに参ったのだ。そうか、秋津羽遊びにもう一度付き合ってくれるか。それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。実に楽しみという言葉から実に遺憾まで、たったの数十年。釜井様の要望が変わることはないのに、目の前にいる旧友は老け込んでいく。出会った時の喜びも、最後には遺憾という名の毒薬に変わってしまった。傍観者の方が冷静だと言うけれど、この一部始終を目撃した私は残酷なことに気づいたの。失望と悲しみは最初から起こる定めだった。おー、ジェディいい。わあ、私たちは人と寿命が異なれば性分も異なるけれど、同じ土地で生活している。お互い触れ合い惹かれ合って、それでも最後には別れが訪れるの。夢から目覚める時に残されるのは、永遠の思念とどうしようもない苦痛だけ。見識の広い大妖怪でさえこうだったのよ。単純で善良な普通の妖怪たちが別れの時に味わう悲しみはいかほどか。だからお前はこの砂浜に身を潜め、最後の日が訪れる時を待っていた。彼らがたまたま秋津遊戯をここに置いたせいで、私は長い眠りから呼び覚まされたの。釜井様と人のモノノフの話を聞いたからといって、無限の期待と熱情を抱いたまま人と触れ合ってほしくなかった。だって二の前でしかないもの。だからあんなおかしなことをしてここに来るやつを脅かそうとしたのか。前浜辺に閉じ込められた人もいたらしいけど、あれもお前なのか。
なんでそいつにだけそんなひどいことしたんだよ。私の力はもうだいぶ弱まっているわ。ほとんどは集めた道具で人を脅かすだけだったけれど、人が多い時は姿を現しにくくて。でもあいつは欲するものをむさぼり、悪ことを知らなかった。秋津幽芸の置物を盗み去り、高い値段で売ろうとした。だから妖力を使ってあいつを懲らしめたの。おお、いや、し、OK、itu betul-betul menyebalkan. そうだったのか。お前って意外と正義感があるんだな。そういえば、あの釜井様と侍の話、お前はどうやって後半の内容を知ったんだ？答えたくないならいいよ。僕には分かったからね。君の正体はこの羽子板だろ。羽子板？あ、まさか。Yep, betul, Paimon。数百年前、妖怪釜井と人間の侍が秋津羽遊びで使った羽子板。Betul sekali。強い妖力の影響を受けて、そこに意識が芽生えたんだ。彼らの物語を一番近くで見届けたのは君だった。数百年の時が過ぎ、妖力による守りも虚しく、羽子板本体は朽ち果てる寸前。自身の存在すらまともに維持できない状態じゃ、小道具にでも頼らなくちゃ人を脅かせはしない。それから、僕の推測が正しければ、この羽子板が三戦目の目標。まったくその通り。おうやい。実に面白い推理じゃった。わっぱたち、肝試し大会三戦目の勝利、おめでとう。巫女、それに巫女のお姉さんまで。失踪したわけじゃなかったのか。ごめんなさい、八重様のご指示でして。どうじゃ、驚いてくれたか。恐怖が未知によるものであれば、局面も混乱すればするほどよい。そしてとうとう主催側の者までが謎の失踪を遂げる。これでこそ肝試し大会じゃ。やっぱりわざとオイラたちをビビらせたのかよ。瞳、まず戻って他の者に肝試し大会の終了を知らせよ。優勝者はもう決まった。真相もはっきりしたことだし、僕も依頼人に会いに行こうかな。窃盗未遂、確かにさほど重い罪じゃないけど、罰さないってわけにはいかないし。二人とも、じゃあね。そういえば、巫女、羽子板を三戦目の目標として選んだってことは、千鶴のことを前から知ってたのか。巫女、八重様、あなたは。とある年の三千花祭り、わらわは狐西宮様の傍らで秋津羽遊びをなさっているのを眺めておった。え、西宮。あの時何時を目にしたんじゃ。当時は確か人の姿はなく、ただ意識を持っていただけじゃったがの。思い出した、あなたは狐西宮様の肩に乗っていらっしゃった。あの、先日わらわは浜辺で散歩していたんじゃが、この近くに懐かしい妖力を感じ取ったんじゃ。妖力はかすかなものじゃったが、何時を見つけた。何時は木の上に座って遠くにいる旅人を眺めておった。我慢しろ、人と関わるな、そう言って自らを戒めておる小さな声が聞こえた。
いつかしら。あなたに全く気づかなかった。何時はそこまで力が弱っておるんじゃ、気づく方がおかしい。本当はずっと自分を責めておったんじゃろ。何時は心の中で、釜井と侍は秋津羽遊びで知り合うたのじゃから、自分も関係がないとは言い切れぬと負い目に感じておった。当時私はまだこのように人になることはできなくて、ただ朦朧とした意識しかなくて、二人が三千花祭りで知り合った時、私はとても誇らしかった。だって彼らの物語に姿を残せたんだもの。別れの後、釜井様はよくため息をつかれていたわ。私は心の中で自分を責め、こらえきれず隠れてしまった。そして再び目覚めた時、世界はすでに変わっていた。八重様、あなたは有名な大妖怪なのでしょ。私の知らないことをたくさん知っているはず。一つ伺いたいわ。一つまた一つと出会いが増え、同じだけ別れが増える。束の間の時はあっという間に通り過ぎ、残るのは失望と辛さだけ。私たちと人との出会いに本当に意味があるのかしら。なぜないと思う。何時と旅人は共に秋津遊芸をしたんじゃろ。どんな感じじゃった。とても楽しかった。でも理性がそれを間違っておると言っておる。そうじゃな。じゃあが、何時の言う釜井と侍の話にはまだ続きがある。なんでや、マジだ。何、そんな。釜井様と人のもののふはもう二度と会わなかったはずよ。Oh, karena dia udah terkubur ya, jadi dia nggak lihat ya apa yang terjadi selanjutnya gitu. しかし、話はそれで終わりではなかったんじゃ。侍の名は柳橋拓と、やつは騒乱一心流創始者というもう一つの身分を持っておった。うわ。やつはその剣術を釜井と切磋琢磨するうちに悟ったそうじゃ。そして三代目師範の富永正成も釜井と親しくなった。500年ほど前、釜井は富永と肩を並べて最後まで戦った。その時富永が使った刀は柳橋から伝わったものじゃった。釜井が抱えていた遺憾の思いはその時に消え失せたんじゃ。そうだったの。わらわたち妖怪は確かに人とは違う。わらわたちにとって人の寿命は短すぎる。最後にはいつも通りすがりのものとなってしまう。じゃが、出会いによって生まれた縁西というものはそこで途絶えることはない。また新しい形で受け継がれていくんじゃ。戸惑うことはない。幸運矢のごとしだからこそ、見逃すことなく楽しむ。今の何時になら、わらわの言っていることがわかるじゃろ。おい、サイコロたち。いっと、なんでここまで来たんだ。人々から事の経緯は聞いたぜ。それにお前がこの肝試し大会の最終決戦に勝ったってのもな、こいつの正体だって知ったぜ。だから俺様は他のやつと話し合って。ん？お前、この間の狐女じゃねえか。なんでここにいるんだ。わらわのことは気にするでない。何を話し合ったんじゃ。
よく聞け。肝試し大会の終了を祝って一緒に三千花祭りをやることにした。俺様は考えたんだ。妖怪たちの妖力だけじゃできねえかもしれねえが、俺様が参加すりゃ問題はねえ。俺様、ある時天下百鬼の王イットがみんなを率いて最高の三千花祭りをやるぜ。さすが荒滝様。おお、本当に大丈夫なのかよ。そりゃどういう意味だ。今回は俺様だけじゃなくて他のやつも手伝ってくれる。綾人の兄貴まで来てくれたぜ。今はみんな準備してる途中だが、もうちょっとすれば祭りの完成だ。お前らは遊ぶだけでいいぜ。荒滝様、最高。Wow, gila, jadi keren anjir. 祭りと言われれば、わらわが行かぬわけにも行くまい。ああ、祭りを回るのは久しぶりじゃ。出てくるときに酒を持ってきてよかったわ。イットのやつ、たまには頼れるじゃないか。祭り、うまいもの、オイラの出番だぜ。 Do you want to join us, Shizuru? ええ、君たちさえ、よければ。祭りはもう始まってるみたいだぞ。早く行ってみようぜ。 Enjoy, Mikawa.Oke, wah ada ramen. Aku mau. Atau satu. Dandan kotu tsukame te kitan cha? Mou choi ganbare. Oke, ini sudah. Sukoshi yasumasete kure.Kita dengar-dengar dulu yang lain. Taksan kacchatta na. Kaettara seiri shinai to. Oke, dia bawa perlengkapannya. Uraksai sama no youna dai yōkai ni naritai. Sasureba honmono no sansen hana matsuri o tsukuri daseru. Oke, ada orang lagi kah?Saya ini doang yang datang. Kita coba ke arah bukit. Aku penasaran sih. Good. Nope. Nobody here. Okay. Berarti sudah. Itu. Sore di Goromo. Nani hanashiterun da? Ah. Jikan sae ariya.絶対ここに超でっけえ釣り堀を作るんだがって言ってたところだ。釣り、渡積島では直接水に潜って魚を捕まえていたな。魚を捕まえるより釣りの方が絶対楽しい。俺さんは釣りの達人だぜ。この前も超でっけえ魚が釣れて大きすぎて処理に困ったぐらいだぜ。それで八重堂にまで手紙を書いたんだ。そんな悩みがあるなんて。そんなにでっかいやつなのか。なんで教えてくれなかったんだよ。オイラが食べてやったのに。マライビクレームに負けたの。ん？八重堂に手紙？そうだ。俺様は月刊漢字に投稿してひなさんに相談したんだ。ミスリーナ本当に優しい人ですぐに返事をよこしてくれた。
別に人が直美さんいないでしょ。奇遇だな。俺も普段そこで副業をしてるんだが、この間たまたま似たような悩みを受けた。ん？超でっけえ魚が釣れたって悩みか？まさか。まさか釣りで俺様と互角に渡り合えるやつが存在するってことなのか？ダメだ、こうしてる場合じゃねえ。お前ら先に祭りを回れ。今日はもっとでっかいやつを釣られと。あ、でもフェスパンこれでと釣れたら魚の宴をご馳走してやるよ。あとちょっと、紐が切れちゃった。おしゃ、itu banget gede banget。難しいな。ヨイミヤ姉さん、本当にヨーヨーって釣れるの？心配しんとき、うちの秘訣を伝授したろ。見抜いて素早く、これに限るで。ヨーヨー釣り、娯楽小説で読んだことあるぞ。試してみ。片っぽの目一つ閉じて、ちょんと見定めたら、うまい具合に素早く釣るんや。見るからに難しそうだぞ。旅人にやらせよう。オイラたち3人いるから、少なくとも3つ釣ってくれないとだぞ。でも、ヨイミヤ姉さん、僕が目を一つ閉じると、何にも見えなくなるよ。ちょっと待ったや。わだや。ラーメン、おいしい。そうですね。久しぶりにいただきました。お？あやかは普段ラーメンをあまり食べないのか？あんなにおいしいのに。あなたたちでしたか。すみません、ラーメン2つ追加でお願いいたします。脂っこく塩分も多いからと、周りに食べる機会を制限されてしまうのです。ラーメンも鍋も普段はいただきません。大変ね。うんうん、彩香はケーキを鍋に入れたんだな。ほう。それは忘れてください。ふう、お腹いっぱい、少し眠い。おしゃ、ラスティードル、アビスマーク。少し寝る。そういえば、昔の妖怪たちの祭りには何か特別な出店はありましたか？話せば長くなるけど、ロングストーリー。おー、ヨーヨーを一つも釣れなかったなんて、お前の腕も落ちたな。まあ最後は千鶴が一つ釣ったけどな。それも一つ目小僧にあげちゃって。欲しそうに見えたから。オイラも欲しいぞ。じゃあ今度もう一つ釣ってあげる。やったー。おお、旦那、これはいつもと比べて高すぎるでしょ。祭りだからってそんなに値段を釣り上げない方がいいよ。露店を出すのにもお金がかかるんだ。ちょっとばかし高く売らなきゃ元が取れない。じゃあお面を5つ買うから3割引きしてくれるってのはどう？ダメなら今回はいいや。はいはい。
Enggak ada kasuhan lagi. Kala bisu. Ya lu dekat-dekat ama api gimana ya? Sonna ni chikazukazu. Motto ushiro ni itta hou ga yoi de gozaru. Wakatteru kedo. Fudan wa konna ni kirei na kagaribi o miru koto nai mon. Ichiban chikaku de mite itai. Oh, baru aja mau repet dada. Kono yo ni wa utsukushiki fuukei ga yama hodo aru. Sou aserazu tomo matsuri wa mada nagai. まさか妹子にまで教えていなかったとは。あの様子じゃさぞ驚かせたじゃろう。ここで何が起こったのか事前に教えると面白くなくなってしまいますから。友人がそばにいるのですから怖すぎるということもないでしょう。少しばかりびっくりする方があの子も普段溜め込んでいる緊張を緩められていい。今回の計画は実に順調じゃったの。何も知らぬ者たちが慌てふためくのを見るのは実に愉快じゃ。それは私も同感です。ミコ、アヤト、お前らの笑いって怖いぞ。うん、祭りを回り終えたのか。 Yes, about。では、楽しかったか？すっごく楽しかったぞ。本物の三千花祭りは今よりも100倍にぎやかじゃった。でも何時らが言っても今ほどは楽しくないかもしれん。友人と回る祭りの方が楽しい。そうじゃろ？ええ、ありがとう。ほれ、わっぱに何か言いたいことがあるのじゃろ。もう邪魔しないでおこう。そうなのか？なんだなんだ？また見抜かれるとは、何でもお分かりのような気がする。お、やっぱ jajangan yang permintaan dia ya itu, yang waktu yang tadi itu。何でも分かるのではない。ただ、わらわにもそんな経験があっただけのことじゃ。What? Dia siai pernah? Tabibito, ima, jikan wa aru kashira? Chotto, hamabe de futari kiri de hanashitai no. Wakare mo mata, matsuri no ichibu desu ne. Wakare no nai utage nado, nai kara no.Oh, apa jangan dia pernah alami yang kayak si berubah mood itu ya? Tanoshikatta de gozaru ka? Issho ni nani ka tabe ni yukanu ka? Bang, itu kau apa bilang? Sukoshi yasumasete kure. Dia gak berubah sih. Seharusnya gak berubah juga sih. Coba lah, aku tanya.あとちょっと。だんだんコツつかめてきたんちゃ？もうちょい頑張れ。いやいや、がぶるばんがぶる。まらていどるろ。ラーメン一杯だけなら体臭は変わらないはず。変だな。魚はみんなどこへ行ったんだ？そう硬くなるな。場所を変えてみよう。Oke, berarti oh di ujung situ ya. Saya itu jauh banget. ここにしましょう。ありがとう、付き合ってくれて。どんめんちゅう。実はね、初めて自分が人に化けられるって分かったとき、すっごく嬉しかった。
羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。生まれつき賑やかさが好きだった。祭りに参加したかったし、人と友達になりたかった。他の人と秋津遊芸を楽しみたかった。でも夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いた者の歩が羽子板を置いた時の苦笑いや、孤独な釜井様が酒を飲みながらため息をつく様子を考えたわ。もし私が人と友達になったら、将来あの方と同じような悲しい表情を浮かべることになるんじゃないかって。だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を繰り返してはいけないって自分に言い聞かせたの。 I understand what you mean。 ごめんなさい、初対面の時からわけのわからない話をして驚かせたでしょ。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、2回目に会った時は何事もなかったような顔をしていた。妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのが分かっていたのに、そこには触れず君と秋津遊芸を遊んだ。 Why? そうね、私もよくわからないわ。でも多分私はずっと釜井様のように人と秋津遊芸を遊びたかったから。自分の残り時間が少ないって分かってたから、きっとこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津遊芸、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えてもらうって言ったわね。あの時私が願ったことは、もう二度と私の前に現れないでってことだった。結局あなたたちは私を見つけ出したから願いは叶わなかったわ。だからもう一つ新しい願いを言ってもいいかしら。 As long as I can fulfill it。 そうね、じゃあ私を覚えていてほしい。いいえ、一つだけならこれはやめておきましょう。よく聞いて、私の願いは今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。No! Oh no! Oh yeah, dia bilang dia udah gak ada waktu ya. Oh no! Why you do this? Another failure again from the friend. God damn it. Oh, udah berubah ya? Oh, makin rame. し、花火が空に上がるたんびにいっつも思うね。ま、人の命も1年また1年の中で知らず知らず最後に向かってる。でもうちはこれが悲しいことやとは思わへんよ。花火はパッと消えてしまうけど、情は一生もんやもん。
ほど千鶴さんから昔の三千花祭りのことをお聞きして、また今度改めてお話を伺いたいと思ったばかりですのに、まさかこんなに早くお別れすることになるなんて。カズハ、最近は忙しくないかい？ある事件を君と一緒に調査したいんだけど。何か面倒事でも？面倒ってほどじゃないよ。ただ昔の事件だから手がかりは結構消えちゃってるかな。でも君の自然に対する感知能力があれば、もしかしたら新しい発見があるかもしれないと思ってさ。良いでござるよ。祭りが終わった後しばらく残っておくゆえ、共に参ろう。やった、ありがとう。礼には及ばぬ、お気に召さるな。おお、なあ、パシパシが言えと。うん、寿命とか別れとか、俺様はそういうのよくわかんねえけどさ。俺様はお前らに会ったことを後悔しちゃいないぜ。若が肝試し大会が始まる前に全てを手配なさったんだと思うけど、今回ばかりは驚かされたな。でも思い返してみるとすごく楽しかった。この度の肝試し大会、楽しめましたか？妖怪たちの思いに気づいたとき、最初は彼らのことを公にすれば、おのずと名を慕ってやってくる人もいようかと思いましたが、よく考えて、かえって仇となるかもしれないと思い直しました。もし初めから三千花祭りなどという名を出していれば、人々の期待は彼らが満足できないところまで高まったでしょう。それで肝試し大会の名を借りて観客を送り込み、あとは彼ら自身の努力に任せてみるのもいいと思いました。彼らの存在もまた肝試し大会に新しい楽しみを増やしてくれましたしね。